ヘイリー・ヘイトレッドは、アメリカ合衆国の元女子、プロレスラー。本名、アンジェラ・リース。パワーファイトを武器として、女、ベイダーの異名を持つ。18歳より、プロレスのトレーニングを始め、2002年11月2日、インディアナ州、イワーアリーナでのレーシー、レインとのウェイマッチでデビュー。デビュー当時のリングネームは、ボビーやブロンスキーであった。インディー団体のイワを、 主戦場として活躍。デスマッチや男子相手の試合も辞さず、王座にも君臨する。2004年6月6日、初タイトルとして TLW 世界女子王座獲得。2005年11月13日、ミッキーナックルズから岩ミッドサウス女子王座を奪取するが、2006年2月に奪い返される。2007年5月の負け編で、初来日。 紫雷オからホールを奪う。7月8日、JWP 初参戦。東京キネマクラブ大会にて紫雷美オとのタックで、カズキヤブシタ・メグミ組と対戦も破れる。この時は2ヶ月滞在して、JWP に参戦。2008年3月19日、TLW 世界女子選手権試合を紫、カミナリ岩相手に行い、勝利。 同年よりメキシコを主戦場とし、LLF を中心に参戦。マスクウーマン、ダークユニコーンに変身。コパ LLF に連覇。一方、日本では JWP のほか、プロレスリングウェーブにも参戦。2009年5月9日、ジャンプを初参戦。初戦では、バトルロイヤルでサラデルレーと、残り2人になったが、フォールを奪われ勝利ならず。6月6日、 WSU 初参戦。8月22日に、ジェシカ・ハボックとのタッグで、WSU タッグチーム王座ダッシュ。しかし、11月7日に演じるオルシニアンド、メルセデス・マルチネス組に敗れ出感。8月2日、ベーダープロデュース工業、ベーダータイム4で花名と愛は王座戦を戦い勝利。9月12日、サラデルレイが持つ、ジャッポ女子王座に挑むが、 敗退。その後、チアリーダーメギッサを下し再び、デルレーへの挑戦権を得るが、返り討ちされる。2010年5月28日、マスカラコントラマスカラで破れマスクを脱いだ。6月27日、トリプル A 発参戦。エルブラソとのミックスタックで、ジェシーティファニー組に勝利。7月25日、ネオ名古屋、チクサスポーツセンター大会にて跳ねさらに、 シングルで勝利。この試合より日本に定着。8月22日、新木バファーストリングでのトリプルテールズ自主工業、獣祭りの前座に出場。羽サ皿とのタックで、勇気、彩りアップルミゆきと対戦。リストクラッチ式バックドロップでアップルを仕留めて勝利。10月10日、JWP にて、米山香里相手に、自身の持つ二冠王座と米山の持つ、 JWP 認定無差別級王座の三冠をかけて対戦。2007年8月26日のアメージング、コング以来となる外国人の JWP 認定、無差別級王座挑戦となったが、両者リングアウトの延長戦後も両者子引き分けで三冠ならず。11月30日、その米山と組んで S オベーション、女子オンホープにて、初代。 TLW 世界女子タッグ王座を獲得。2011年には、米山とデイリースポーツ認定タッグ王座に挑戦するとともに、タックリーグザベストにも参戦。同年の JWP シングルトーナメント J-1 グランプリ2011にも参戦。決勝まで進み、レオンと対戦。自身が持つ TLWI は王座とレオンが持つ。 JWP 王座の三冠もかけられた。試合は、ランニングパワーボムからのエビ固めで勝利し、トーナメント優勝とともに、外国人初となる JWP 王座獲得も果たした。三冠王座として、JWP で2度防衛した後に帰国。シマーアイは2三戦。シマーでは、絡み手に、シングルで勝利した後にタッグを組み、浜田文子 栗原歩み組が持つ島アタック王座に挑むが敗退。愛はでは2010年に日本で対戦経験のあるチェリーボム相手に JWP 王座を防衛。同王座としては初となる海外でのタイトルマッチとなった。11月2日の JWP 横浜にぎわい座大会で再来日。11月13日、JWP 二冠タック選手権者。 春草と三冠王座統一戦を行い、統一に成功。シングルと合わせて六冠となる。12月23日、倉垣相手に四度目の防衛戦を行うが、王座陥落。同年、イギリスの女子プロレス専門サイト、リングベルズで、レスラーオブザイヤーに選ばれる。2012年1月7日、米山香織の引退撤回騒動の責任を取る、形で、 タック王座をすべて返上。1月15日、新宿フェースで開かれた、レーナ24で、栗原歩美が持つ CMLL 世界女子王座に、挑むが、1から2で敗退。3月17日、米国入りのイシューバーウィンで開催された、シュマー45にて花名ルフィスト組に圧勝。8月4日、愛は似て、サラデルレ相手に2冠王座防衛し、 翌5日にはリミックスでサッシー・ステファニーからリーミックス王座をダッシュして3冠となった。直後に再来日して11日のアイスリボンで松本とと組んでしず雫秋松本広良組と対戦。9月23日のアイスリボン後楽園大会でトライアングルリボン王座を日田猫子よりダッシュ。9月30日のスターダム新規は大会にて木村京子に呼び込まれ。 木村モンスター軍の一員として、スターダム参戦を宣言。10月3日、スターダム青森大会で初参戦。鹿島マ・紀とシングル。10月7日、女子オン・ホープでミス・シェフを相手にリミックス王座防衛戦を行い、勝利。11月29日、星ハムことのタッグで、インターナショナルリボンタッグ王座とレーナー、世界タッグ王座を獲得。 12月24日、スターダム工楽園大会で、横尾優のデビュー戦の相手となる。我が党運マイヤ、WNC、ディアナにも参戦している。2013年3月17日、スターダム工楽園大会にて木村とのタッグで、夏木太陽ヨフォートラ組が持つゴッデス・オブ、スターダム王座に挑みラッシュ成功。5月5日、あきと合同で、自主工業を開催し、 自身は昼の JWP 試合と合わせて1日3試合出場。雫とのタッグで TLW 世界女子タッグ獲得。8月3日にアイスリボン道場で行われたアイスリボン487を最後に日本を離れ、以後はプロレスの試合を行っていない。ありがとうございます。